ソルマガ。これは僕がすすきのでまだお店を始めたばかりの頃の事件です。その日の深夜は落ち着いていて、一組二名の知り合いのお客様のみでした。いらっしゃいませ。え、明らかに様子がおかしい女の子でした。見た目はハーフっぽい顔立ちの美人さんなんですが、口元にうっすら笑みを浮かべて、目はうつろなのにギラギラしているような感じでした。飲み屋だから酔っ払う新規が来るのも珍しいことではないのですが、その人はちょっと異質でした。こちらへどうぞ。通常ボックス席への1名のお客様は通さないのですが、様子がおかしいし他のお客様に絡んで何かあったら嫌なのでボックス席へ座らせました。そして席について当たり障りない会話をしていた時でした。不意に女性が、あんた私が薬やってると思っているでしょ。いえいえ、そんなこと思ってないですよ。本当はちょっとやってる。聞いてないのに自分から言ってきた。どいで。そう言うと女性が立ち上がったので、女の子を店内のトイレまで案内しました。あまりにやばそうなら返そうかなとかいろいろと懸念して内心ハラハラでした。5分、10分、なかなか女性が出てきません。さすがにあんな状態だし、女性にしてもトイレが長いので心配になって知り合いの子に、出てこなかったらノックして様子見るから、もしもの場合中に入って見てもらってもいい？と確認しました。その次の瞬間、水の流れる音がして出てくる手配をしました。よかった、大丈夫みたいだな。そう思って待ってた瞬間、出てきた女性の姿に一度唖然としました。そう、なぜか女性は自分のブラジャーを服の上からしていたのです。慌てて知り合いの子に頼んでもう一度トイレで付け直ししてもらい、その女性を会計後速やかにエレベーターまでお見送りして返しました。そうこうして店に戻って3人でホッとしていた、またその直後、まさか戻ってきた？と驚き振り向く3人。そこにはキョトンとした常連客がいて、みんな安堵で大爆笑しました。そんな数ある思い出の中でも実際に体験したインパクトのあるお話でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。